どうも、アインビーでーす。何ですか？はい、何これ。今回はこんな企画を用意しました。はい、ムシュ港の趣味を見つけようプレゼン大会。すごいじゃん、ついに来た。何よこれ、このさ、こんなソファー座らされて急に。すごいよ、やりづらいよこれ。俺、いやすごいな、偉くなったな。ほんとそう見えるじゃん。そう見えるよな。そう見えるじゃん。ムシュ港専用の椅子ですよ。なるほどね。あ、そう、まあ、あのムシュ港ってあの日頃何かと趣味がないって言うじゃないですか。そうね、まあまあまあ、でもみんな趣味なんとなくあるよ。まあそうですね。普通に生きてれば、普通に生きてれば、普通に生きてれば趣味はあります。そうだよね。本当に今日何しようかなが楽しいわけじゃないですか。そう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 。でも港は別に俺だって普通に生きてるからね。特殊な人生は生きてない。そうだよね。そうだよ。みんな生きてるんだけど、だからなんか何かとそういう機会に恵まれなかったってだけで。いやでもそれが僕らからしたら分からないんですけど、はいはいはい、まあもうほんともうピンキーファンの皆さんにももう港の趣味がないっていうのがもう知れ渡っちゃってる。港も趣味を探してる、はいはい、というわけでそんな港に趣味を持ってもらおうと、はい、今回我々がおすすめの趣味をプレゼンさせていただきます。ぜいたくだね。いいの、本当に日常会話でやってくれって話なんだけど進めるとか別にいつでもできない。あれですよ、でも別に趣味がないからといって何でもいいわけじゃないからね。あなんでそっちがそのスタンスなの。そっちが上に来るスタンスのやつだこれ。本当にね、君たちには頑張ってもらわないと。あ、なるほど。任せてください。じゃあまず最初に、はい、私元井から、はい、はい、はい、行かさせていただきます。はい、お願いいたします。はい、私元井が港におすすめしたい趣味はこちら、じゃん、ようこそアベンジャーズの沼。おいいね。もう興味湧いてきた。なるほど、はい、なるほど、はい、はい、確かに。どうですかこれ、皆さんアベンジャーズって絶対1回は聞いたことあると思うんですけど、まあまあは分かりますよね。はい、みんなとどんなイメージありますか。いや聞いたことあるし、いろいろ種類があるのも知ってるんだけど、逆に多すぎて入れないイメージというか。なるほど。どっから見たらいいんだろうみたいなのはあるね。うんうんうん、あるよね。うん、まあそもそもアベンジャーズとは一体何ぞやというところからいくと、うんうん、まあ、あのこれもともとはあのアメリカ のコミックから始まってる世界観のものなんですよね。はいはいはい、でこの今一番展開されてるのが映画のシリーズが、うん、とんでもなく多くて、うん、まあ簡単に言うと、うん、ヒーロー VS、うん、ヒーロー VS ヴィラン、うん、っていう構図から成り立ってるんですよね。そのイメージある。はい、でそんな、アベンジャーズなんですが、はい、僕が港に伝えたいアベンジャーズの魅力は、こちらでございます。じゃん、夢の共演、映画界のスマブラ。おお、どういうこと。言いますと、はい、あのですね、まあ、みんな一度は妄想したことのある、はいはい、なんかこのキャラクターが、うん、このキャラクターとなんか一緒に戦ったら絶対勝てるなみたいなさ、孫悟空とルフィみたいなこと。そうそうそう、なるほどね、とか想像したこと一回はあると思う。ある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 。それをマーベルさんやってくださいました。はい、ありがとうございます。そうなの、マジで、はい、どういうこと。なるほど、ありがとうございます。マジかよ。それをとんでもないスケールで実現させていただいたのが本当このアベンジャーズの世界です。あ、なるほど。もう一言で言うならもう映画界のスマブラでございます。なるほどね。確かにいろんなキャラがね、いろんなキャラが共闘していくんですよ。うん、そんなの可能なの。可能なんです、これが。最強じゃん。あ、でこれ何がすごいって、うん、さっき港もちらっと言ってくれましたけど、うん、ボリュームがえぐい。うん、あ、あ、そうね、まあ、とんでもないです。うん、キャラクターが集まるまでの過程も全部描いてくれております。わー、すごいな。悲しいわ。あ、そう、じゃ結構じゃもう何種類いっぱいある、そのシリーズというか。めちゃくちゃあります。あ、そうなの、なるほどね。はい、なんとなくこの聞いたことのあるキャラクターから初めてあのこのマーベルのこのアベンジャーズシリーズをきっかけに知るキャラクターもたくさんいるんですよ。なるほど。はい、
で、もうこれもうすごいのが、うん、一番最初このアベンジャーズの、まあ、その MCU っていうマーベルシネマティックユニバースっていうくくりなんですよ、うん、その世界観っていうのね、はいはい、一番最初この MCU が始まったのがなんと2008年。おへえ、そんな今からや16年前かに第1作目のアイアンマンがスタートするわ。アイアンマンね、聞いたことある。アイアンマン聞いたことありますよね。あるあるある。時系列順で言うと詳しく違うんですけど、公開順的に言ったら2008年のアイアンマンが第1作目に、はいはい、なっておりまして、うん、今に至るまでまだ終わってません、うんうん、16年やっててあすごいね。でその今に至るまでの間で、うん、なんと映画のみで言ったら僕が調べた中だと33作品すごい、ございます。すごいね。そんなある、はい、それ全部でも一応つながっているんだよね。つながってるんですこれが。じゃあ伏線とかそういうのも散りばめられてるっていう。なるほどね。あ楽しそう、はい、で何がいいってこのキャラクター同士のコラボレーションが緻密なんですよ、うんうん、感情とか。あなるほどね。ちゃんとその目的があって、うん、その目的を達成するまでの間にストーリーがめちゃくちゃあるんですよ、はいはいはい、でその一キャラクターだけでこんなに描かれてるのに、うん、その一キャラクターに対しての仲間だったりとか、うんうんうん、家族だったりとか、うん、恋人だったりとかもいろいろストーリーに作用してくる。なるほどね、はい、めっちゃ細かいんだ。じゃあ展開がすごすぎて一個見たら次は絶対に気になる。なるほど、はい、仕掛けになっております。じゃあの関係図みたいなの作ったらもうすごいことになる感じ。相関図で言ったらマジでやばいです。あなるほどね。正直僕も、うん、あの追い切れなくなるレベルまで、うん、来てるっていう段階がもうすっごいです。量が楽しい、とにかくすごい。そしてなんといっても、はい、その色褪せない映像グラフィック、うん、あだから僕が先ほど紹介したアイアンマン2008年に公開されてますが、うん、今見ても遜色ない。あそれすごいね。もう時代を先取りしまくってる、ね、はい、それはすごいね。でそしてここだけは絶対に押さえて、うん、その今後見る上で絶対に押さえてほしいのは、はい、最後まで必ず見てくださいっていうね。どういうこと？どういうこと？皆さん映画館に行きました。映画見ます？どのタイミングで寝ますかって話なんですよ。寝ますか？あ、いや出ます。あ出ます。熱く語ってるから。ああごめんねごめんね。出ますかっていう結構そのなんて最後エンドロールくらい出ちゃったりする時もあるよね。まあそうだよね。そこを我慢してくれっていう。なるほど。そこっても基本的にねそんなにストーリーに関わってこない、うん、まあ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 、うん、そのほらやっぱ予定とか詰め込んじゃって、まあその最後までちょっと見たいけどちょっとまあちょっとごめんなさい、ポップコーンとか準備しようかなみたいな、そうそう、ちょっと片付けの準備しちゃったりとかあるじゃないですか。多いですよ。そこを我慢してくれ。ほう、どうぞ。最後の最後まで粋な演出が散りばめられております。なるほどね。アベンジャーズのシリーズって大体このアベンジャーズのシリーズ最後に見てもらったら、なんかあのキャラクターなんかおかしなことしてたなとかっていう、なんかちょっと気になるけど本編にそこまで影響ないかなみたいなのあるじゃないですか。はい、あるね。まあまあ普通にさらっと見て、でも思い返してみればあれ何だったんだろうっていうのが大体散りばめられてるんですけど、最後の最後エンドロール全部見終わった後に会場が明るくなるその間際に、はいはいはい、最後の、うん、その数秒であの瞬間ね、なんかそのスピンオフ的な次の作品をほのめかすかのような演出が あるよね。なるほどね。あなるほどね。これすごいです、はい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 、これ見た時にまだ鳥肌立つんだ俺って思います。あそう、うん、なんか見たくなってきたんですか。え待って今のって、うん、あれだよなっていう、はい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 、例えばそのキャラクター俺喋って鳥肌立ちたい。熱がすごいもん。知ってんのに。どうね、うん。例えばこれまあこれちょっとネタバレになっちゃうから、うん、あんまり言わないようにしますけど、うんうん、このキャラクター出てほしいなっていう。うん、はいはいはい。出ること可能なのに全然出てこないなこのキャラクターってあるあるんですよね。はい、がなんか一瞬横切ったりとか。はー。簡単に言うとそのキャラクターが使ってるアイテムがパッて最後映って見る人が見たらあ。これ次出るぞみたいな。あなるほどね。とか、もう
やばいっす。ちょっとドキッとしたわ、なんか熱いね。あ、もうだいぶ熱い、あの展開がこう次に、だから次がもう待ち遠しい、うん、あ、待ってられなくなるぐらいの演出が組み込まれております。もうとんでもないそのもうエンターテインメントの世界がこの MCU アベンジャーズの中には詰まっております。さあ、そんな港がもしこれに興味を持った場合、一体どうなるのかと思うと、最後なるのか、ミラトがこうなります、はいはい、なぜ1日は24時間なのか、こうなります。あ、なるほどね。ここに行き着く。はあ、確かに今のところちょっと休日は時間長いなって思ってしまってる自分はいるので、でしょ、なるほど、ね、持て余しちゃってるから、はいはいはい、持て余しちゃってるから、うん、そうなるだろう。あるあるある。ミナトがアベンジャーズにハマったら確実にこうなります。そもそももう一回見返したり、うんうん、であと僕先ほどとんでもない量があるって言ったの覚えてますね。30作品ぐらい、はい、はい、そうなんですよ、うん、実はですね、アベンジャーズの、はい、今の段階で映画のみで大体33作品、はいはいはい、あるはずなんですが、はい、僕調べたと、はい、合計しました、はい、お、はい、映画を最新まで見た場合、うん、75時間10分かかります。あおお、なかなかかかりますね。ただこんなもんじゃ終わりません。75時間10分どころじゃない本当は。なんでかっていうと、実は限定ドラマってのも存在してるんですよ。映画本編では描ききらなかったサイドストーリーがそのシーズンでドラマでやってるんですよ。すごい分量だね。やばいんですよマジで。でその作品を見た後に次の作品を見たりするとより詳しく、あ、なるほどね、別の視点でストーリーを追うことができる、うん、正直映画だけでも全然間に合う、はいはいはい、けどドラマを見たら、うん、もっと分かる。そのバックグラウンドとかもね、バックグラウンドもしかり、はいはいはい、うん、その映画で端折られてた部分を分かりやすく、うん、映画のスケールでドラマが展開されております。なるほどね、贅沢だね、贅沢だ。それを含めたら多分マジで倍、100時間は絶対超えると思う。おお、なるほどね。それぐらいの量です。しっかり楽しめると、はい、そしてもっともっとハマった暁には、はい、グッズ集めに走るという出た、はい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 、ちょっとそれ興味あるよ。これ先ほど僕も言いました、はい、子供だけじゃなく大人もハマる、うんうん、はい、というわけで大人向けのフィギュアも展開されております。はいはい、うん、はい、集め出したらキリがない。なるほど。でグッズも半端ない。そしてIMP 最近海外行ってますよ。ああ、そうですね、ますよ、海外行ってますよ、はい、海外に行った時にアベンジャーズさえ知ってれば友達増えます。それはでかいわ。これはもう僕が身をもって体験しております。マジで。これ僕大学の時に留学生の子がいたんですよ、はい、男の子なんですけど、うん、でまあその時まだ僕ちょっと英語にそこまで今ほど全然自信がなかったんで、はい、うん、あんまり喋れなかったんですけど、うん、まあちょっと一発いけるかなと思って、はいはい、アイアンマンのその飛び方の真似したんですよね。お前すごいな。そもそもの体が陽気だなお前。いやいや、まあその友達僕差しじゃないよ。にしても何好きみたいな話になった時にみんな大体アベンジャーズ好きです、うん、はい、うんうん、なるほどね。時に僕はアイアンマンのってこう飛ぶんですよ。中今どこで照れてるの。おもろいとか言って、全然置いといてね。ちょっとここ飛んでる感じのやつやったら、うん、もうバカウケ。そうなんだ。腹ちぎれるぐらい笑ってました。マジで。なるほどね。そっからめっちゃ仲良くなった。はい、うわ、本当僕の人生にめちゃめちゃ深く関わってるのがこのアベンジャーズシリーズということで、はい、私は港にアベンジャーズの沼を紹介させていただきました。はい、もうこれで決まり。早っ。いやでもすごいね。あと5人残ってる。だってもう伝え方、熱量、メリット、はい、面白さもう全部入ってます。確かにすごいな。僕ら5人は震えてます。はい、もう今日これでいいかもしれない、ね、うん、だってもう1本分は取れたよね時間取れた、うん、多分2、3本はいけそうだったよ。しかも申し訳ないけど1秒も切りたくないじゃん今の。そうだね。そしたらもう1本だよね。そうなんだよね、うん、それぐらい深い。
なるほど、いいプレゼンでした。ちょっとね、あの熱入りすぎました。いや、素晴らしい、紹介素晴らしい、はい。